許可いただきました県議会議長の神谷でございます。まず今年4月の県議選においては、私の4期目のですね、県議選、皆さんに大変お世話になり、当選をさせていただきました。結果的に県議会98代の議長を今、仰せ使っております。この場を借りて御礼を申し上げます。ありがとうございました。そしていよいよ、今度は谷中恵子さんの2期目の市議選の戦いであります。今、谷中候補がいろいろとお話をしていただきました。私は谷中さんは女性の視点でっていうことをずっと言ってきていますけども、今度は市議会の中に2名しか立候補してる人がいないんでしょ。女性2名しかいないんです。その中でももう1名は僕には関係ない方ですから、谷中さんに何としても当選をしていただかなくては困ります。で、私はいろんなところを今この市議会の選挙で回させていただいておりますけども、今回かなり低調です。市議選をやってるっていうのがなかなか市民の方に伝わっていません。裏を返せばこれのかかってない方がたくさんいるっていうことです。やっぱり選挙は私はいつも攻めて攻めて攻め抜くべきだっていうふうに言っています。攻撃は最大の防御って言うじゃありませんか。やっぱり攻めることによってある地区に行くと、谷中さんは絶対強いんだから私に一票回してとかですね、こっちの人に回してって言ってる候補者がいるわけでしょ。そういう人たちに一票を持ってかれないように、逆にいや谷中さんはそういうことでやっていただいて、この4年間の実績ってすごいじゃないっていうのを皆さんの口から言っていただいて、谷中さんを支持の輪を広げていただくと同時に、谷中さんの票の流れの防いでいかないと大変厳しい選挙だと私は思っています。あと7日間あります。今楽をするか、あと7日間皆さんにお世話になって、11日の夜には1分でも1秒でも早く当選の万歳ができるか、皆さんの方に力がかかっているというふうに思います。私も一生懸命頑張りますし、船田先生も駆けつけていただいています。私と船田先生は同級生です。でも船田先生って言わなくちゃあんないほど立派な先生が応援に来てるんですよ。だから谷中恵子ちゃんを落としてはいけないんですよ。皆さんわかります？なんか静かですね。おとなしいね。やっぱここはもう一回盛り上げていただいて、あと7日間谷中恵子ということでご支持ご支援の輪を広げていただいて、一票でも票を上積みしていただけるよう私からもお願いを申し上げまして、街頭からの応援の演説に変えたいと思います。今日は暑い中遅れてきましたけども、あと7日間です。どうぞよろしくお願いします。私も頑張ります。どうぞよろしくお願い申し上げます。